王馬が早馬、治承4年9月2日、相模の国の住人、大場三郎景親が、福原へ差し向けた早馬のもたらした報告は、新都を着々建設して、平家独裁の政府を樹立し、一門繁栄の夢をむさぼろうとしていた平家にとって、驚くべき報告であった。去る8月17日、伊豆の国の流人、先の右兵之助頼朝、周都北条四郎時政を味方に引き入れ、伊豆の国の目代、泉の判官兼高を、山木の館に、夜打ちかけ打ち果たしました。その後、土井、土屋、岡崎などの兵合わせて300余騎と共に、石橋山に立てこもりましたが、景親、平家に心を寄せる味方、一千余騎を引きぐして、石橋山に押し寄せ、激しい攻撃を加えましたところ、兵衛之助の勢、散り散りに敗れて、彼は七八騎で土井の杉山へ逃げこもりました。これに味方しました、三浦大輔の子供300余騎は、平家の側に立った畠山勢500余騎と、由比、小坪の裏で激戦を交えましたが、畠山勢が敗れ、武蔵の国へ退却しました。その後、畠山の一族や、川越、稲毛、小山田、江戸、葛西など、七島の兵2000余騎が集められて、再び三浦の衣笠の城に攻撃をかけ、一日一夜攻め続けて、大輔は討ち取り、残った子供たちは、久里浜の裏より、船で阿波、上総へ渡った、との知らせが参っております。